やばい。今危なかった。今危なかったですね。今ちょっと危なかった。明日の歌をちょっとちょっと危なかった。明日歌う曲をちょっと歌いそうでした。セーフ。 JK 岡村リオ JK。 そう、髪伸びたんですよ。しかもさ、あの最近めっちゃ枝毛がやばくて、枝毛がやばくて、先っちょがさ、髪の毛の先っちょがピュッて2つとか3つに分かれてるんですよ。でそれを探すのにハマってていや、ハマったらいけないんですけどそうだから最近めっちゃ髪の毛触っちゃう癖がある。そう、この枝毛ないかなってこうやって見ちゃう。この癖をやめたい。そうそうなんですよ。避けるチーズしたくなるんですけど、でもそしたらマーナが避けるチーズしたら、あのもっと枝毛増えるよって言われて、ちょっと我慢します。我慢する。でもやっぱりさ、前も言ったけどさ、あの正規メンバーになってヘアアレンジするようになったじゃないですか。いろいろと自由に。それで結構傷んじゃって、なんか傷んじゃってちょっとピエンって感じです。いや、しぼぶにするかけるでも、ボブもだってオーディションの頃は多分こんぐらいだったんですよ。こんななんか肩につくかつかないかぐらいでよくハーフツインしてたんですけど、そう考えたらさ、もう入ってさ、これ以上は伸びたってことじゃない？すごくない？見て、すごいよね。ギフトありがとう。明日の髪型決めてない。どうしよう、明日どうしようかな。花だれ公園、ゆきりかさんの生誕祭と打ち上げ祭り、何にしようかな。そう、美容院もね行ってるんですよ。そ、前も行ったんですけど、やっぱさ、行ってずっと保たれるものじゃないじゃないですか、トリートメントとかも。だから定期的に行かないといけないけど、でも意外と時間がなくてね。意外とっていうか時間がなくて。ギフトありがとう、ほら、ありがとう。そう、短かったよね、リオ。ショートカット好きな私としては、ショートカットリオツン。ショートカットってもうめっちゃ短いやつでしょ。リオツン15年で、
今が一番髪長い？どうなんじゃろう。でも長いかもしれない。うん、長いかも。今が一番長いかも。いや、わかんない。ちょっと覚えてないです。ギフトありがとう。明日は落選。あ、落選したの？打ち上げ祭りか。フォローありがとう。僕はロング派です。まあ、でもさ、ロング派、ショート派いるよね。うん。ユロング似合う？本当？ロング。あ、リオトの出演の僕隊公演行きたかったよ。全然できなくてな。そうじゃん。みんな僕隊帰ってきます。リオツンが。あの4月18日が最後の僕隊ですって言って 2.5 出たんですけど、なんとあのその僕の太陽公演がこの間のあの幕張メッセのリアル話し会のオープニングセレモニーの時でも発表されたんですけど、僕の太陽公演を研究生の枠組みを外してなんか継続していきますみたいなっていうのがあったんです。なのであの帰ってきます。でもさ、リオスケジュール見たらさ、歌唱力の決勝？歌唱力の決勝大会の、あ、ん？歌唱力決勝大会の、次の次の日なんですよ。わっ！そう、僕隊。確かに。確かに思ったよりも早かったかも。うん、確かにね。帰ってくるって言ってたから。なあピが言ってたよね。帰ってきまーすって。そこ申し込んだ。嬉しい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 。ねえ、そう、あのでしかもメンバーももうなんか B とか A とか関係なくなったから、もうごちゃ混ぜで、だから初めてやるメンバーなんですよ。初めてやるメンバーも多くて、でなんか今日サンキちゃんに会ったからレッスンでね、でなんかひーちゃんに25日出るっけって聞いたら、はい出ますって、あのリオさんとまた日暮らし歌えるの嬉しいですって言ってて、ひーちゃんとまた日暮らし歌える、嬉しい。リオも嬉しい嬉しいよ。あ、チリパ聞いた？そっか、チリパ昨日だったね。チリパ聞いた？みんな。聞いてなかったらラジコで聞けるので。
聞いてね、チリパ。STU48 のチリメンパーティー。ポジション？ポジションのことは何も言われてない。同じなのか。うん、今日もリュウズを見れて嬉しいです。しっかりと見てください。プーちゃんが書いてる、書き書きね。花火したーい。チリパここ最近で一番楽しかった。本当嬉しい。ピピツン、え、そう、いちごとも一緒に出れる。ノアピが立ち上がる。え、そう、リオびっくりしたんですよ。もうリオ、なんか言う、なんか、傷つくこと言ったかなって思ったんですけど、なんか、そういうのじゃないらしいって。プレミアに入らないと聞けないのでしょうか。え、確かに、どうなんじゃろう。かも、入んない、入らないといけないかも。キツツキ飼ってるけど飼ってないです。プーちゃん、マーナの激しい表情なんや。おもろ、ウケる。ひまわり、僕は何もできないよ、この景色を教えるだけさ。チュン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 、え、覚えてるかな。なんかさ、なんか思い出すのに時間かかりそう。ちょっとチュン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 、風に揺れるひまわりは、ゲンさん、ありがとうございます。高校1年生15歳の4つのことをガメラリオです。フォローしてください。55分に男女読みます。4つ一度覚えた振りは忘れない、忘れない。あ、でも当分前にやった振りとかだったら、まあでも体が覚えてるかも。なんか一回見て思い出したらいける。ポセリさんとサヤカニーさん、僕隊出たがってる。そうなの？確かに研究生の枠組み外すから。確かに2期生さんもさ、一応さ出れるのは出れるよね、枠組み外すから。でもさ2期生さんはさ、大人数バージョン、8人バージョンじゃなくて、あの大人数バージョンだったからさ、また大変そう。出るってなったら、もし安住は AKB の僕隊も見に行ったね。え、見に行ってた。安住はあの舞台でずっと東京にいるけん見に行けたんですけど、リオもさ AKB 劇場行きたい。めっちゃ行きたい。あ、16人でしたよね。あずみが TikTok でリオツのフリールの速さに驚いてたぐらいだから相当早い。いや、なんか自分で言うのもあれだけど結構早いです。結構早いです、自慢。自分で言うの、自分で言うけどね。うん、早い。記憶力がいい。
かさ、最近悩みがあって、いやそんな深刻な悩みじゃないんですけど、どうでもいいんですけど、肌荒れがやばくて、ほっぺとかはまだいいんですよ。なんかちょっと、ここもうなんか、何者かに噛まれてて、そう、なんか、何者かに噛まれてて、ここなんか、プツプツみたいになってるんですけど、あと、鼻も、見て、見える？ちょっとさ、見えるでしょ？ここもさ、何者かに噛まれたんです。なんだら？何に噛まれたんだろう、これ。いや、ニキビとかじゃなくて、何かに噛まれたんですよ。で、多分、なんか赤くなってて。おでこも、荒れてる。リオ噛まれがち。リオ、知らない、得体の知らないものに噛まれがちです。歌唱力の時に言ってみる？ AKB 劇場？いけないよ。いける時間ない。リアス不良ボーイハイの特技に書いていいと思う。え、そうじゃけさ、今年度の、プロフィールのとこに、記憶力と認知力って書きました。才能の塊？リヒトありがとう。そんな風に見えない？そう？ほくろあったっけ？あるよ！リオのほくろは、皆さん、星なんです。あ、星型じゃないよ。星みたいに、トゥントゥントゥンって、ここ斜めに3つあるんですよ。見える？トゥン、トゥントゥン、トゥントゥントゥン、トゥントゥントゥンって、三つこうやって斜めに、こうやって繋がってるんです。繋がっているんです。リオ座です。リオ座見えますか？皆さん。リオ座です。こちら、リオ座です。皆様見えますでしょうか。こちら斜めにつながっているこちらの3つの星、リオ座です。プラネタリウムみたいな。プラネタリウムのさ、喋る人みたいな。噛んでごめんねって。そうだよ、みんなが噛むから。出待ちしてたバッタウケる。バッタって噛むの？噛むか。え、でもさ、バッタに噛まれてはないと思う。だってさ、さすがにさ、バッタがさ、ここに止まってたらさ、さすがにさ、わかるよね。そう、誰だ？そう、リオは虫にも大人気なので、いろんな虫から噛まれます。年表に前日にフルの公演要請受けて泣きながら覚えたってあって感動した。あー、見つけたの。え、リオ見つけんかったわ。書き込みするとき。ああ、そう。もう今あの時を思い出すと、ちょっと、褒めてあげたい、自分を。あ、55分だ！
プラネタリウムあるよ、行ったことあるよ。ありがとう教えてくれて。でも蚊じゃないんだよね。なんか蚊じゃないんです。蚊だったらもう普通に痒いんですけど、痒くもないし、蚊じゃない、蚊じゃない、何者かに噛まれてます。男女読みます。13位、いわちゃんさん、ありがとうございます。12位、ヨネツンさん、ありがとうございます。11位、ジュンさん、ありがとうございます。10位、あやさん、ありがとうございます。9位、シュウさん、ありがとうございます。8位、ディノットさん、ありがとうございます。7位、鈴鹿さん、ありがとうございます。6位、台湾高尾さん、ありがとうございます。5位、ヤチゾンビさん、ありがとうございます。4位、ラクラクさん、ありがとうございます。3位、ヨシコクくんさん、ありがとうございます。2位、ウィンディーボーイさん、ありがとうございます。そして1位は、ドゥルドゥルルルルーバン、ゆずきちさん、ありがとうございます。イエイ、ありがとう。皆様、明日は花だれ公園、ゆきりかさんの生誕祭、そして打ち上げ祭りがございます。ゲバントホールです。明日花だれ、ありがとう、ありがとう。明日は朝配信だと思います。明日で6月終わっちゃうよ、どうする、みんな。え、明日6月30日でしょ、終わっちゃう、どうする。え、だって、え、もう2024年半分終わり。へえ、早い、怖いね、時間の流れって。夏が始まるね。まずは梅雨を乗り越えて。プーちゃんがもうずっと見てくる視線を感じる。1位、ゆずきちさん、ありがとうございます。ありがとうございました、皆様。大好きな君が大好きな僕は全力で走る。あと4ヶ月足らずでリオちゃん16歳。え、確かに、はぁ、8、90、あと3ヶ月か、早いね。え、すぐ来そう、16歳、すぐ来そうじゃん。そう、リオのこと待ってる、かわいい。というわけで皆様、明日はよろしくお願いします。ぜひ来てください、でね。それではバイツーン、バイバーイ。バイバーイ、バイツーン、バイツーン。今日の服はチェリーでした。チェリー、色の濃いチェリーチェリーです、チェリーです。バイツーン、バイツーン。